こんにちは、フットボールレディオの松です。2022-2023シーズンヨーロッパリーグプレーオフセカンドレグ、マンチェスターユナイテッド対バルセロナの総括プレビューを行っていきたいなと思います。こちらのラジオはただいま紹介しました試合の大きなネタバレを含む内容を話すラジオになっていますので、試合内容結果等を知りたくないという方は一度ラジオを止めていただいて、試合をご覧になられた後にもう一度こちらのラジオにお越しいただければなと思います。では早速始めていきます。マンチェスターユナイテッドのホームでありますオールドトラフォードで試合は行われました。マンチェスターユナイテッドはエリック・テンハグ監督のもと 4-2-3-1 の形です。ゴールキーパーデヘア、フォーバック右からワンビサカ、バラン、リサンドロ・マルティネス、ルーク・ショー、ダブルブランチフレジとカゼミロ、右にブルーのトップ下サンチョ、左にラッシュフォード、ワントップベホーストというような形でございます。で対するバルセロナはシャビ監督のもと 4-3-3 の形です。ゴールキーパーテアシテーゲン、フォーバック右からクンデ、アラウホ、クリステンセン、バルデ、3センターケッシエ、ブスケツ、フレンキー・デヨング、右にハフィーニャ、左にセルジ・ロベルト、ワントップレバンドスキというような形でございます。では試合結果といきまして、合計スコア2-1でマンチェスターユナイテッドが勝利を収めました。この結果ファーストレグセカンドレグの合計スコアが4-3ということで、マンチェスターユナイテッドがプレーオフを制しヨーロッパリーグの本戦に挑むということになりました。では内容の方に触れていきたいなと思います。まずはホームのマンチェスターユナイテッドから、前半はですねベホーストがワントップのポジションに入っていましたので、ロングボールもある程度蹴っておりましたし、まあ、ショートパスをつないでいく中で、まあ、ベホーストを起点に、ある程度チャンスを作り出そうという意識は見えていたんですけれども、まあ、バルセロナがねある程度かけてくるプレスに対して、まあ、少し捕まってしまったりとかですね、逆サイドに展開することがなかなかうまくいかずに、まあ、ショートパスの中で、まあ、ボールを失ってしまったりとか、ロングボールで単調になってしまったりとかっていうところで、まあ、少しね、ベホーストに対しての、まあ、信頼っていうのもね、ここ最近出てきたところもあったと思うので、まあ、ある程度ね難しいボールも預けていたのかなっていうところではあるんですけれども、まあ、狭いスペースの中でもですねベホーストは自分の仕事をきっちりとある程度やってくれていたと思いますし、サンチョがです、トップ下に入ってたんですけれども、まあ、状況によってはね低めの位置まで降りてきて、ボールを受ける位置でね、まあまり低めまで降りすぎずに、ボランチの位置ぐらいまでね降りてきてボールを引き出したりとかしてたので、まあ、そこに対してバルセロナがねプレスを強度高く寄せてこなかったしついてこなかったので、まあ、ある程度こう逃げどころっていうのは作れた中でボールを前進することはできていたので、まあ、そこを使った中でですね、まあ、左右に展開したりっていう中で、まあ、左に関してはラッシュフォードがいるのである程度ボールをね特にオンザボールのところではもう今のラッシュフォードはなかなか止められないので、まあ、そのあたりで、まあ、クンデに対してね幅を取ったところからの進入というところね、素晴らしいものも見せてくれていたんですけれども、まあ、逆にねブルーノが右サイドにいるんですけれども、ブルーノに関してはですねやっぱり右から内側に入ったりとか状況によってね、幅を取ってる選手の背後をこうオーバーラップしていったりポケットを取ったりとかねハーフスペース取ったりとかっていう形で、まあ、状況によってポジショニングを取るタイプなので、まあ、個人でね打開力を見せるタイプではないので、こう逆サイドに展開されに行くときにブルーノがねちょっとグッと内側に絞ってる分ワンビサカがね高めの位置とか取る必要があったところでも、まあ、少しね高めの位置取れてなくって左から展開されるボールがちょっとねボールが流れてしまったり、まあ、少し精度が落ちてしまったりっていうところで、展開したらね、優位性を持った中での仕掛けとか行えてたんですけども、前半はそこがうまくね、使えずに、まあ、ボールが切れてしまった相手ボールになったりとかで少しね展開的にも、チャンスをね作り出したかったなっていう時間帯もあったんですけれども、まあ、その中でもですね一人一人の、まあ、個性というか、まあ、特徴っていうのは十分、まあ、前半の中でもですね発揮してくれていたと思います。ただ前半14分30秒かな、右サイドで幅を取っていたクンデからのクロスに、流れるような形で受けたバルデがですね、まあ、反転しようとした時に、まあ、ブルーノがちょっとね、まあ、腕を引っ掛けてしまうような形になって、ペナルティーボックス内だったということで、まあ、PK 判定となり、まあ、レバンドスキに、まあ、きっちりとね、まあ、沈められてしまって、まあ、デヘアも反応してね彼のシュートをうまく、まあ、手でね、反応して、セーブできてもおかしくないわけではないけれどもね、レバンドスキのシュートが、まあ、インパクトが強かったっていうことなので、まあ、でもそこで先制点を取られてしまったので、まあ、組織としてね、まあ、あまりこうたくさん崩されていたわけではなかったところでやられたので、まあ、その辺で少しね失点してしまったところは少し痛かったなと、後半ね、テンハグがどういう風な形で、まあ、修正してくれるのかなっていうところもね、まあ、注目ポイントだったと思うんですけれども、後半に入って
ベホーストを変えてアントニーということで、まあ、前線に流動性っていうのをうまく持ちながらブルーノがトップ下に入ってワントップにラッシュフォードっていう形で、まあ、ある程度バルサがボール持って押し込んできてくれるんで、その背後のスペースっていうのをうまく使っていく中で、やっぱりスピード面でそんなに持っていないベホーストを使うのではなくて、まあ、ラッシュフォードだったり、まあ、サンチョだったり、アントニーだったり、まあ、背後のところの駆け引きっていうところで、まあ、勝負できるタイプで、で、まあ、スペースあるところで、勝負できるタイプっていうのを、まあ、前線に置くことによって、押し込まれた展開になったとしてもしっかりと自分たちの個性を発揮できるし、まあ、前線からの、ね、まあ、プレスっていうのもしっかりと強度高くやり続けたことで、ショートカウンターも仕掛けられるようになったので、まあ、ある程度引き出しと、まあ、背後っていうところもうまく使った中での、攻撃っていうのをね、後半はうまく見せることができたのではないかなと。で、まあ、先ほども言いましたけど、基本的にユナイテッドは守備の部分で、まあ、ある程度こう捕まえきれない瞬間とかがね、まあ、今までの、内容とかだとあったりしたんですけれども、リーグ戦とか含めてね、あったりしたんですけれども、今日はきっちりとね、抑える選手を明確に、まあ、定めていて、まあ、ある程度後半に関しては特にそうですけれども、しっかりとね、制限をかけた中で、まあ、フリーの選手をあまり作らないっていうのを、まあ、うまく状況的にも作ったし、ラッシュフォードもそうですけれども、まあ、少し遅れる瞬間とかはね、まだあるんですけれども、まあ、組織としてしっかりとね、守備対応できていたところは、ユナイテッドがね、まあ、後半良くなったところだと思うし、より精度が上がったところだと思うし、あとはもう一人一人の、まあ、切り替えだったり強度っていうところもですね、まあ、非常に素晴らしくて、まあ、エリック・テンハグという監督が来て、まあ、ここ最近練習場にもね、ファーディナンドとかファンペルシーが来たりとか、まあね、そういった形でこうチームを鼓舞するような、ね、流れもあったりとかした中での、まあ、バルセロナ戦ということもあったので、まあ、選手本人もたちもですね、まあ、その士気が上がるっていうところもあったのかもしれないけれども、まあ、攻守両面において、まあ、自身の質っていうのをみんなが示してくれた中での戦いだったので、良かったのではないかなと。まあ、デヘアも素晴らしいシュートストップを見せてくれてましたしね、はい、あとはそうですね、リサンドロ・マルティネスとか、まあ、フレジー・カズミロ、まあ、本当に素晴らしかったと思うし、まあ、ラッシュフォードもね、まあ、よく働いてくれていたと思うけれども、まあ、今日の試合に関しては、まあ、フレジ、カゼミロ、リサンドロ・マルティネスがやっぱりもうさすがの、まあ、活躍と呼べるんではないかなと、まあ、個人的には思ってますかね。はい、では対するバルセロナなんですけれども、まあ、フレンキー・デヨングのインサイドで、まあ、スタートするっていう形だったんですけれども、まあ、ブスケツの、ね、横にこう降りるような形で、まあ、ダブルブランチ化するような形で、まあ、ケシエがトップ下のような、形の役割を担っていたかなと。まあ、ケシエはね、どんどんこうポケットを取るようなランニングとかも見せていて、まあ、素晴らしいランニングもね、まあ、守備のところでもそうですけれども、十分ね、彼の個性というのを見せてくれていたと思うし、まあ、フレンキー・デヨングに関してはですね、まあ、ある程度ボールを持った中で、まあ、狭い局面でもね、自身のボールコントロール技術っていうところで反転してボール運んだりとかして、まあ、素晴らしかったですね。前半の本当初めの方だったと思うんだけれども、ユナイテッドが2人で囲んだって思った瞬間もね、間縫って運ばれたりしたんで、まあ、あれを見せられるとね、1人でこう、ね、ボールを運んで展開されるっていうことをされるとね、さすがにちょっとね、我々としてもしんどいなっていうところがあったんだけれども、まあ、さすがの個性を見せていたと思います。で、組織としてなんですけれども、まあ、3バックと4バックを状況によって使い分けるような形なのかなっていうふうには見えたんだけれども、結構使い分けてるというよりもその瞬間的にその形になってるだけで、まあ、3バックを意図的に作ってるなみたいなシーンとかはそこまでなかったので、まあ、ユナイテッドがはめてくるプレスとかに対しての、まあ、数的優位プラス、まあ、展開というか、まあ、逃げどころっていうのをうまく使っていく中でのプレス回避っていうのもそこまでうまく作れてなかったので、だから後半とかはある程度そのリスクのある運びをしてくれるし、背後にスペースを空けてくれるんで、ユナイテッドがこうやりやすいような状況になったので、まあ、それに対してのこうシャビのね、まあ、修正っていうところで、まあ、どういったところしてくるのかなっていうところが、まあ、後半にとっては一番ね、まあ、注目ポイントだったと思うんだけれども、まあ、基本的には交代させたりとか、まあ、キャラクター性をちょっと変えたりとかするぐらいで、ボールを運ぶっていうところでやっぱりフレンキーだったりブスケツに少し頼る瞬間とかが目立っていたのは、まあ、シャビの、まあ、課題でもあるのかなと、まあ、修正ポイントを、まあ、うまく直せなかったところでもあるのではないかなっていうふうには思いましたけどね。はい、あとはやっぱりバルセロナはね、幅をよく使うので、まあ、ハフィーニャもそうだし、まあ、今日だと左はバルデが幅を取って、セルジ・ロベルトがね、左からグッとこう内側に絞ってきてね、ランニングを見せるっていう形でしたけれども、まあ、そういった中でのね、まあ、立ち位置っていうところで少し距離感が空いてしまったりとか、間延びしてしまったりする瞬間もあったのが、
気になるところではありましたね。まあ、ユナイテッドもね、あったんですよ。前半だったかな、後半だったかな。何分のシーンだったかごめんなさい、忘れたんですけど、リサンドロ・マルティネスがボール受けてるときにね、ラッシュフォードがちょっと高い位置で幅取りすぎててボールつながらんなみたいな瞬間があったんで、まあ、そこはちょっと気になったりはしたんだけどね。だからユナイテッドもユナイテッドで、こう幅を取る人材 その立ち位置っていうのが高くなったりしすぎる瞬間とかがあったりして、まあ、バルサもバルサでそれはあったんだけれども、まあうまくね、人の距離感を整えた中での前進とうまく左右を振り分けていくっていうところ、まあ、展開を作っていく、やっぱりこうボールサイドに人はどうしても圧縮していきますから、まあ、ちゃんと逃げどころを作ってフリーの人材を作った中での逆サイドに展開してからの1対1の仕掛けっていうのをね、まあ、もう少し行えるようになったりとかするとね、まあ、バルサとしては良くなってくると思うし、まあ、ユナイテッドもそれはそうなんだけれどもね、まあ、今日はユナイテッドある程度幅を使ったりとか背後っていうのもうまく使えていたところはあったんだけれども、まあ、その中での、まあ、ユナイテッドが構築してくるブロックに対しての、まあ、攻略する術っていうのがですね、まあ、少し足りなかったのかなっていうふうには思いましたね。ただまあフレンキーもそうだし、まあ、ケシエもそうだし、まあ、選手一人一人がねこう孤立しないような状況っていうのを、まあ、選手個人がうまく判断取りながらねやっていたところはあったので、その辺はねもうさすがバルサの選手たちだなと、まあ、いうところもありましたし、まあ、個性っていうのも十分発揮してくれてたと思うしね、まあ、レバンドスキもね、まあ、あまりボールはたくさん入っていたわけではないけれども、まあ、瞬間的な駆け引きとかね、まあ、本当にオフ・ザ・ボールの質は本当に高いですから、まあ、そこに対してリサンドロ・マルティネスがね、まあ、本当に粘り強くね懐入ってグッとこうボール奪ってきたりボールに触れてくるんで、まあ、レバンドスキとしても相当ね、まあ、やりづらかったと思うけれども、まあ、でもとにかくバルサとしては、まあ、今日はうまく幅を使った中での振り分けっていうところ、まあ、いつも通りのまあ課題っていう感じなんだけども、まあ、そこでの攻略っていうのが少しできなかったかなと。で守備に関しては、まあ、プレスもある程度かけていくんだけれども、降りていく選手に対してはそこまでついていかないので、間で受けられて反転されて運ばれるっていう瞬間はありました。だからどこまで寄せ切るかっていうところを、まあ、ある程度定めていたとは思うんだけれども、まあ、ユナイテッドがねボールを持つっていうところに当然こだわりも持ってくるわけなので、まあ、ユナイテッドもね正直そのプレスを相当強度高く寄せられたりとかすると、まだね上手い選手ももちろん今揃ってるんだけれども、まだ組織としてね完成度がそこまで高いわけではないので、こうバタバタする瞬間とかもあるんだけれども、まあ、それをうまくね生み出すことができていたら、もしかしたらバルサはもう少しボール握った中でのショートカウンターみたいなものももう少しね、まあ、提供できていたのかもしれないなっていうふうには思いました、はい。あとはアラウホね、本当に、まあ、フィジカル的にも強いし、まあ、対人の部分でもね、まあ、ラッシュフォードがこう力強くバーンって寄せに行ったのに、何ですかみたいな、ね、あの対応とか見てると本当にね対人本当この人もう化け物だなと、まあ、ベホーストもね、まあ、やっぱりアラウホ相手になるとちょっと厳しい部分もあったし、まあ、それでもねベホーストはうまくやってたんだけど、でもやっぱりこの人がセンターバックにいると、まあ、判断のところでちょっとね、まあ、危ういところとか、まあ、多少ね気になるところはあるんだけれども、やっぱりまあ彼の個性というか特徴であるフィジカル面とか対人能力っていうのはやっぱりまあ特別というか、まあ、強度の高いプレミアリーグで戦ってる選手たち相手にも、まあ、相当やれていたし、なんだったらほぼ弾き返していた印象が強いので、さすがのクオリティだなと。でクリステンセンはね、まあ、本当に判断も良くて、本当に頭のいい選手だなと、まあ、いう印象もありましたし、あとはそうですね、まあ、セルジュ・ロベルトもね、まあ、内側絞った中での、まあ、技術力っていうところもそうですけれども、もともとね、ボールを運んだりとか、まあ、ボールを扱う技術に長けてる選手ですから、もともとインサイドの選手ですしね、なので、まあ、左で使われたりすることもね、まあ、右かな、右でもなんか使われた過去があったと思うんですよ、バルベルデだったかルイセンリケだったかごめんなさい忘れたんだけど、なんか過去にあったはずなんですよ。なので、まあ、できないことはないとは思ってたんだけれども、まあ、うまくね内側絞った中での役割ってもうまくになっていたと思うし、まあデンベレとかね、ペドリとか、そういった人材が使えなかった、ガビとかが使えなかったっていうのは確かに痛いところではあったので、バルサはバルサでねこう万全なこうスカットで挑めたわけではなかったっていうところはね、まあ、一つの、まあ、擁護する点ではあると思うし、ね、あとはまあセルジュ・ロベルトをね、まあ、使ったことはいいんだけれども、アンスファティがやっぱり後半から出る回数が多いってことはやっぱりそこまで信用されてないのかな、状態が整ってないのか正直わからないけれども、ね、今日の試合とかだったら早い段階から、ね、スタートさせてもいいし、なんだったら今日ね初めから使ってあげてもよかったんじゃないかなとか、まあ、フェランもねリーグ戦の方でよかったっていう風にね、
おっしゃってましたから、まあ、それなんだったらまあ使ってもいいんじゃないかなと思ったりはしたけれども、まあでもね、シャビとしたらもしかしたら幅を使った中での厚みを加えて連携でっていうところもあったのかもしれないけれどもね、うん、まあでもまあ最終的にはね、まあ、バルサとしては敗北するっていう形にはなってしまったけれども、まあ、リーグ戦がね、まあ、残ってるわけですから、まあ、現在首位だししっかりと残りを勝ち切ってね、チャンピオンズリーグと、リーグの制覇っていうところをまあ目指していく、まあ、戦いになるかなと。でユナイテッドは、まあ、ヨーロッパリーグ、まあ、継続して戦うことになるし、まあ、カップ戦もね、ニューカッスルとの決勝も残ったりしてるし、リーグ戦もまだまだね、戦っていかなければならないので過密日程が続いていくんですけれども、まあ、本当に主力の選手たちが怪我なくね、まあ、残りのシーズンを戦ってくれたらなというふうに思います。はい、ということで以上です。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、 Twitter、Instagram もやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。